皆さんこんにちは。道民京王多摩川のエントランスをご紹介させていただきます。まずこちらのエントランス入りますと、ここに下駄箱があります。皆様お一人ずつですね、下駄箱をご用意させていただきます。一番上が郵便ポストになっていて、その下にですね、2つ靴を入れる場所がありますので、ぜひご利用いただければと思います。次に、エントランス入りますと、コロナ禍でもございますので、こちらのアルコール消毒と、検温センサーの方を設置させていただいておりますので、必ずこちらで検温していただくようになっています。ここがですね、エントランスになっています。左奥に、寮長寮母さんがいらっしゃる管理人室がありますので、何か困ったこととかですね、相談事があれば、管理人室に来ていただければと思います。そしてこちらが、食堂になってますので、食堂はですね、この後、中の方をご案内させていただければと思います。以上でエントランスの説明を終了いたします。ありがとうございます。それでは道民京王多摩川の食堂をご案内させていただきます。早速中に入ってください。こちらがですね、道民京王多摩川の食堂になっています。数年前にリノベーションもされてますので、かなり綺麗な作りになっています。そして今コロナ禍でもありますので、アクリルパネルもしっかりと設置させていただいてますので、安心してお食事を食べれるようになっています。そしてですね、こちらにですね、洗剤と置いてますので、ここで必ず食堂に入ったら手洗いをして、拭き取ってからここのレーンに並んでいただいて、食堂で、お食事を取っていただくという形になっています。また食堂にはですね、こういった形で電子レンジ と、オーブントースター置いてますので、お昼を作ったりとかですね、で何かこうちょっとパン焼いたりとか温め物したりとかするときは、この電子レンジとオーブントースターを使っていただけるようになっています。以上が道民京王多摩川の食堂のご紹介でした。皆さんこんにちは。次は大浴場のご紹介をさせていただきます。浴槽から失礼いたします。ですね、道民京王多摩川にはシャワールームの他に大浴場があります。今私が入っている浴槽はですね、かなり足を伸ばしてゆっくりと入れますので、日中のですね、授業とかアルバイトでですね、たまった疲れをですね、しっかりと取ることができるようになっています。はい。ではですね、ご紹介させていただきます。まずシャワーのですね、ブースが3つあります。でここのシャワールームとは別にですね、外に個別のシャワーのユニットもご用意してますので、大浴場以外のご利用もできるようになっています。そしてあとはですね、こちらに、頭を洗ったりとか体を洗ったりするスペースもありますので、かなり台数も設置していますので、混み合って使うことはできないというようなことは基本的にはございませんので、安心してですね、大浴場でこう疲れを取っていただければなと思います。私も何度もこちらの大浴場を使ったことありますが、こうかなりですね、こう銭湯に行ったような感じで、すっきりとしますので、ぜひここはおすすめのポイントですので、使っていただければと思います。ありがとうございます。はい。それではですね、こちら道民京王多摩川のシアタールームをご紹介いたします。道民京王多摩川にはですね、共用設備がかなり充実しておりまして、シアタールーム と、ダンスルームがそれぞれございますので、シアタールームの方からご紹介させていただきます。かなりこう見ていただいてですね、アジアンテイストのおしゃれな作りになっています。かなり大型のテレビ と、あとはですね、専用の本格的なヤマハのですね、スピーカーと、あとですね、ブルーレイディスクが 再生できるようになってますので、ここで大画面でですね、大迫力のですね、こう映画を見たりとかして楽しめるようになっておりますので、ぜひご入寮の際はですね、ご活用いただければと思います。それでは以上でシアタールームのご説明を終わります。それでは続きまして、ダンススタジオをご紹介させていただきます。こちらの道民京王多摩川にはですね、スタジオ A と B 2つあります。そのうちの1つをご紹介いたします。こちらのスタジオですが、ボーンルームになっていますので、発声の練習とかですね、こういった形で鏡もついてますので、ダンスの練習もできるようになっています。いろんな専門学校の学生様にもお入りいただいてますので、ぜひ寮でもですね、自習といった形で練習できるようになってますので、ご活用いただければと思います。それではダンススタジオのご説明以上となります。
では早速お部屋のご紹介をさせていただきます。どうぞこちらがドーミー清玉川のお部屋になっています。家具付きのお部屋になってます。まず入ってですね、すぐ右手に独立洗面化粧台がありますので、朝ですね、ここで歯磨きをしたり髪の毛をセットにしたりとかできるようになっております。はい、であと中に入るとそれぞれ家具が付いています。なので収納もしっかりとできるようになっていて、あとですね、昨今ですね、かなり重要になってきている Wi-Fi もしっかりと完備されてますので、オンライン授業もしっかりと受けれるようになっています。あと机と椅子と家具とそれぞれ引き出しが付いているという状態になります。あとこちらのスノコベッドなんですけども、スノコベッドの下にはですね、ここで、収納ができるようになっています。そしてあとここにはキャリーバッグをですね、入れれるようになってますので、地方から上京してきた時もですね、たくさんの荷物あるかと思いますが、しっかりとここで収納できるようになってますので、こういう形のお部屋になっています。でまたクロスもですね、白のクロスもあれば、こちらの、ベッドを置いているところにはアクセントクロスを使ってたりしますので、少しおしゃれなクロスを使ってますので、かなりリフレッシュした形でですね、日々ですね、生活ができるのではないかなと思います。はい、あとは、エアコンもついてますので、もう夏の暑い時とか冬の寒い時はしっかりと冷暖房を使っていただけるようになりますので、こういった設備がドーミー清玉川はかなり充実してますので、ここがおすすめのポイントになっています。はい、お部屋の案内状です。はい、それではですね、ドーミー清玉川の高橋寮長寮母さんをご紹介いたします。ドーミー清玉川の高橋です。よろしくお願いいたします。はい、かなりですね、優しい寮長寮母さんになってますので、はいはい、安心してご入寮いただきますので、皆様のご入寮お待ちしてます。待ってます。待ってます。